皆さんこんにちは。宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 GEG 宮崎の上田誠也と申します。この動画では Google ストリートビューでバーチャルオープンスクールというテーマで事例の紹介をさせていただきます。まずそもそもこのバーチャルオープンスクールについてなんですが、ここ2年間の感染症の影響もあり、おそらく全国の多くの学校で様々な行事が延期や中止を余儀なくされているかと思います。本校においてもこのオープンスクールの際、かつては自由に校内を見学していただいていたんですが、この2年間はそれが実施できませんでした。そういったこともあり、 Google ストリートビューを使うことによりバーチャルで校内見学、バーチャルのオープンスクールが実施できるのではないかと考えたところです。ここからは具体的にそのやり方を説明しますが、お手持ちのタブレット端末やスマートフォン等でこの Google ストリートビューのアプリを取得していただきます。でここからは具体的に動画で説明をいたしますが、スマートフォンの画面でストリートビューを起動します。そうするとこのような画面になります。ここにログインするアカウントは、本校の場合は生徒たちに360度写真を撮影させましたので、共有のアカウントを一つ作っております。で右下にオレンジのマークがあるんですが、そこをクリックするとこのように3つの項目が出てきます。もし360度カメラを別に持っておられる場合はそれをリンクすることもできますが、そういった機材がなくてもスマートフォンやタブレット等で360度パノラマ写真を撮影することができます。でそれをクリックするとこのような画面になりまして、真ん中にオレンジ色の丸があります。それにこの白丸を合わせていきます。そうするとあったところで自動的にこのようにパシャパシャパシャと撮影をしてくれます。このようにして撮影したい場所に立って自分がぐるぐると回りながら周りの風景360度写真を撮影していくということになります。これは上も下も360度撮っていきます。で例えばこれ見てお分かりかと思いますが、このここら辺で建物がこうずれて撮影されていますが、これは後ほどアプリの方で自動的に修正をしてくれます。少し早送りをします。で上も下もこのように360度写真を撮影していきます。そうすると下のところオレンジ色のチェックマークだったところが緑色に変わりました。そうすると完了ということですので、その緑色のマークをチェックすると今この修正をしてくれている最中です。そして修正が終わるとマップのリスティングを選択してくださいということで、この写真がどこで撮影されたものかということで、この場合は学校ですので学校を選びます。そしてこの写真を選択してこのアップロードボタンから Google マップや Google Earth にアップロードしていくという流れになります。それでは実際に撮影した360度写真がどのように表示されるかを見てみたいと思います。今見えている画面が Google マップの画面になります。そこに右下にこのペグマンという人形がいますが、それを下ろしていくとストリートビューが表示できます。この水色の丸がついているところが本校の生徒が撮影したストリートビューになります。例えばこの辺りに降りていきます。そうすると生徒たちが撮影した360度写真がこのように表示されます。アプリの中で例えば車のナンバープレートであるとか人が写っている場合にはこのようにモザイクをかけることもできます。それ以外にも今のは屋外の様子でしたが、例えばこの辺りに降りていくとこれは図書館の中の様子になります。このような形でインドアビューも撮影することができます。このようにして撮影した360度写真を画像の共有というところから例えば学校のホームページ等に上げれば、あそこで
バーチャルの校内案内、バーチャルオープンスクールが実施可能となります。以上で私の紹介を終わります。